宇宙人狼アマングアスの簡単なルール説明。ルール知っている人は飛ばせばいいじゃん。プレイヤーは宇宙船の船員たち。目的は全員が仕事をこなして仕事ゲージを満タンにすること。しかしプレイヤーの中には船員のふりをして近づき全滅を狙う悪党が混じっている。善良な船員クルーメイトに選ばれたプレイヤーはとにかく仕事をこなそう。プレイヤーごとにバラバラの場所に存在するタスクと呼ばれるミニゲームを次々とプレイし、すべてのクルーメイトがタスクを完了させるとゲーム終了。クルーメイトの勝利になるぞ。悪の怪物インポスターに選ばれたプレイヤーはタスクをしているふりをしつつ隙を見てクルーメイトを殺害しよう。クルーメイトの人数がインポスター以下まで減ると勝利だ。インポスターは扉を閉めたり電気を消したり、制限時間以内に終わらせないとゲームが終了してしまう緊急イベントを発生させたりしてクルーメイトの妨害ができるぞ。殺害や妨害行為は一度使うとしばらく使えなくなるので計画的に行おう。クルーメイトはインポスターに対して反撃はできないが、死体を発見するとその場で通報することができ、全員を緊急招集して議論をすることができる。議論で怪しいと思ったプレイヤーを話し合って投票し、最多票を集めたプレイヤーはゲームから追放されてしまう。全てのインポスターを追放すればクルーメイトの勝利だ。マップ内に存在するエマージェンシーボタンは1人1回だけ押せる緊急用ボタン。死体を発見していなくても全員を招集して議論を開始できるクルーメイトの強力な武器だ。タスクをこなしつつ、殺されないよう気をつけつつ、怪しいプレイヤーを探していくクルーメイト。そしらぬ顔をしつつ隙を伺い、クルーメイトを次々と消していき全滅を狙うインポスター。果たして勝つのはどっちのチームだ？はい、はい、お願いします。いやー面白いなこの部屋。うわー死にたくない。よし、お、インポスターでございますね。さて、どうしましょうかね。もうここでドサキルしてもここでドサキルしてもええんちゃうかな。さて、メルトダウンか。どうしよっかな。これなんか立ち回りがちょっと慎重になりがちやから、なんかもっとガスガスガシガシ食い殺していっていいのかな。もうこの辺の場所で特に理由もなくいきなり人食ったろか。ちょっとなんか腹立つぐらいみんな固まってない。何？単独行動せえよ。このダブルキルはいいね。よし。レンキ？あ、フルニキが今生存確認をしてくれたのね。うん、3人も死んだ。マジで？あれめっちゃ死んでるやん。うわ、ほんまや。マジか。これは絶対作りたいんですが。これちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと、はい、はい、ゆげです。はい。はい、結構キンキンで俺アドミンで見てて、セキュリティって誰かおった？ん？セキュリティで一人死んでると思う、誰か。あ、なるほど。セキュリティはいないですね。その前にウェポンで弁当からファンキーが出てきました。で、ファンキーそれです。で、僕も言いたかったんですけれども、どうしましょう。まあ、ローラーでいいですよ。ローラーでいいです。で、うん、どっちから先でもいいです、僕は。え、この、僕から先でもいいです。ちなみに、タラチオアンダーバーの死んでる可能性ってどこかとかみんなわかんないです。あのね、タラチオさん O2 の解除の時、O2 側におった気するな。そうね。タラチオさん。うんうん、で、そこにトワコさんとかもおった。おった。で、セキュリティで、セキュリティで死んでんのこれ、富士じゃねえかな。うん、じゃないかな。ああ、取れ高や。うん、取れ高。見たかった。取れ高しやな。そう、あの、O2 になった時、僕も反対側、その右側の方行った時に、そう、うん、アンさんとタラチオさんいるのは確認しました。で、トワポンもいた。うん、だいた、うん、トワポン、アドミンいた。アドミン、アドミン、じゃあ俺、オーツの方。オーツ。え、2回目じゃん。オーツ側ね。で、オーツ側、ファンキーもおったけど、直すも遅かったよな、確かにな。あ、うん、でも最終的にわし直したよ、あれ確か。うん、でもファンキーはもうベッドが出てきたんでしょ、うん、出てきてるからね。ちょっと待って、それに関してなんですけど、ね、ナビゲーションでローラーでもいいけど、ローラーで、うん、とりあえずに
あでもその発見する前に俺フルニキとすれ違ってるから、そこだけ言っときたい。俺はもうローラーでもいいよ。うん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 、わしもいいよ。そうね、やった後に俺ウェポンで、ね、ファンキーを見たっていうことやから。もう一つはね、結構俺あんたらトワコと一緒にいたから、うん、外あ別れた後ってなるとトワポンちょっと怪しなってまんねんけど、でも逆に2人キルはできひんしなっていう難しいところでんな。あ、うん、まあ、だから、あでもダブキルしたんじゃないかな。いやなんかダブキルしてんじゃないかと思ってね、合流してってことね。だから分からんところが、この部屋の流行りダブキルなんでね、本当。そうやな。だからファンキーと合流した時点でをやるかってなった可能性あるとか、うん。まあでもここで俺はファンキーは入れると思います。まず、まあ、ファンキーかな。ここにます、とりあえず 俺目線湯気さんはもう真っ白やと思うわ。あ、年湯気ね。年湯気結構、うん。常に一緒に行動してたわけじゃないんやけど、最初リアクターを無視して右側で孤立してタスクやってた俺を殺さんかったってやつ。そう確かに。ちゃんとローラー貫通してください。ファンキーさんやったね、やったね、ファンキーさんね。はい、オッケーで、1,2,3,4,5、ちょっと待ってよ、あと4人やから俺3人殺さんとあかんわけ。ローラーしてもあと自力で2人かまなあかんのよな。このローラーはやらなくていいの？タスク負けか。タスクが終わった。タスクエンド。おお、やったー。ありがとうございます。いやー、ワッサンごめん、マジですまん。よーそうか。ファンポンが。ファンキーが去っていったのは確認してんけど、その後見られたって聞いてすごい頭抱えてた。初めて弁当割れしたわー。いや、だってあの場面別に。たす弁当で移動する必要なかったんじゃないの？そう、なんか別に多分なさそうでしたねあれ。やっちまったぽよー。お願いします。お願いします。僕だけ浮き出るな。ミュート。はい、インポスターでございます。相方歳三さんですね。さてどうしましょうかね。これこんだけ人数おったらやっぱ味方の動向に注視するの大事ね。なんかみんなこの辺おるな。ならおっと電気消えましたよ。オッケー、早っ、ほっしゃ、早っ。マジでなすりつけられそう、これ。あら、ファンキー。びっくりしたー。エレクトリカルだよね。エレクトリカルで死んでて。あ、出た。あ、エレクトリカルじゃないです。ちょっと待って、エレクトリカルで死んでんの？いや、死んでません。エレクトリカルじゃないよ。ファンキーくんが、ストレージの、エレクトリカルの、その廊下の、廊下の入り口で、殺されました。あ、まあ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 。で、あの停電明けってこと？そうです。停電中じゃない？これ。中。はいはい。中。すみません。中で、アンさん白い体がね、ファンキー君の体の上を駆け抜けるの一瞬見ました。おっと。僕あの歳三さんとカフェテリアで一緒にイチャイチャしてたのを、その一緒にストレージまで降りてった感じですね。そうだね。あの見ました。はい。ちょっと一応確認なんですけど、トワコさんいましたよね。エレクトリカル？はい。に、俺が一番最初。あ、そうっすよ、ね、そうっすよ。俺そこ直してんなって思ったら、そう足元にファンキーさんの下に転がってたみたいな感じだった。違う、あ、いや、ストレージ。違う。ストレージです。まあ、僕、最後のタイミングアドミン見てて、エレクトリカル3のストレージ4でした。あれ、なんかバグってるこれ。うん。え？かな？え？一バグかな？俺ストレージでデッドリポート押せたんですけど、あ、まあ、距離的に押せたんかもしれない。え、今ストレージって言いませんでした？入り口ぐらいやったらストレージ、間違ってないですよ、ストレージです。あ、ストレージ、あ、ストレージ死んでたの？ストレージです。俺ストレージの真ん中下ぐらい。まあ、あ、ごめんなさい、その真ん中下ですね、はい。うんうん、言い方がややこしい。あんちゃんはおった。
アンちゃんいました。トシさんもいたんですけど、うん、俺もエレクトリカル、いやこれ確認しないとわかんねえな。ちょっとドサーキール感、最後にナビゲーションいたんだ、あれ一人おった、はい、これ平野です、平野です。あ、平野は白い、うん、あれ、うん、ナビゲーション、あれナビゲーション、それはアドミンかなんかで見たやつ、うん、アドミンで、俺最後のタイミングアドミンで見てて、ナビゲーション1、ストレージ4、エレクトリカル3、うんうん、はいはいはい、あで最初そのエレクトリカル3停電寸前で、はい、トアポンと俺が多分行ってて、俺もトアポン、湯気がそうね、俺が最初で、次湯気っぽで、次にタラッチオが入ってきたのは知ってる。はいはい、あー、とりあえず、あー、明星さんに見えたんよな、はいはい、容疑者は、じゃあ容疑者はアンダーバー、平良俊三、そうですね、この3人ですね、うん、はい、そこ3人なんだ、でも、もうタラッチョも落ちたんやったら、まあ確かになんか証言的にちょっとし若干白いけど、なんかあるかもしれない、わからんない、逆に白いのが際のと、え、富士違いかも、あ、富士の場所がナビゲーションだよ、ナビゲーション、あ、そうなんや、うん、また一緒にいる、あれまた停電中やったからね、ああ、なるほどね、はい、じゃあトシゾウさんが完全に停電のタイミングを利用してアドを閉められてるって感じか、停電のタイミングを利用して闇に紛れて一人噛んだって感じね。オッケー。おしぞうさんどこ行ったのかな。うっす。これちょっとリアクターいいっすか。自分リアクターいいっすか。今のタイミングで噛んだので、平野さん、はい、あら相方が、あら相方ほったらかして、もう藤君一緒におらへんなと思った、ね、ですね、はいはい、まあ、僕今回はアドミン見たわけでも何でもなく、うん、あのナビゲーションにタスク1個あったからこれだけやりたいなと思って行ったらいました、ね、あ、はいはいはい、ナビゲーションで死んでた、え、うん、ナビゲーションで死んでたの、はいはいはい、死んでた、で、今回の場合で言うとストレージでアンダーバーさんタラッチを見て、でシールドのタスクやってナビゲーション行ったらいたので、うんうん、まあ、タラッチオアンダーバーではないかなっていう、はいはい、そこに俺もいたわ、あ、そうじゃもいたんや、うん、俺はドミンで最後残ってた時にタラッチオさんと藤君は見たかな、あ、そうですね、トシゾウさん、うんうん、いましたね、うん、僕エレクトリカルでずっと作業してました、エレクトリカル、あ、エレクトリカルの作業をしてんのは俺見てる、うん、ユゲポ見た、見て、ヒラ見て、で、ちょっとだけ疑って一回外出て待って、もう一回入ったらヒラ全然おっ、うん、いました、うん、で、その時に、うん、あれはポイントで一緒に入ったの、ん、俺おったよ、俺あ、トシちゃん、トシちゃん、そうか、そうか、そうか、トシちゃん、そうですよ、うん、ってなってくると、俺今宙ぶらりになってるというか、アリバイみたいのない人って誰になるの、俺一人やったな、あー、トワポンか、ちなみにどの辺で作業してたとかあります、確かにトワコさん見てたかな、うん、最初ストレージ行ってシールド行ってそのままぐるっと右側回ってカフェテリア行ったぐらいのタイミングでリアクターなって、リアクター向かってる途中、今リアクター寸前ぐらいですね今、あー、じゃあ上ルートでリアクター行ってたのか、そうね、なるほど、うん、確かにそれだと勝ち合わないな、もうね、ちょっと下のね、うん、リアクター向かい分結構おったから、いましたね、ヒラ君は見えた、あの、うん、うん、いたいた、うん、うん、タラチョ君もいた、アドミン見た時に上っぽんに位置あってナビゲーションにはなくなかった、あの、うん、みんな結構アドミンにいっぱいおった時、廊下歩いてる可能性もあるから、アドミンいましたね、そう、たくさんいた、あのね、俺が見つけた感じやとナビゲーションの位置になる位置やった、うん、うんうん、あ、そう1だった、うん、結構ちゃんとしっかりタスクの前あたりやったから、ナビゲーションかウェポンに位置やったのは見た、それが、うん、ウェポンにあったなら俺かも、今回、うん、それがトワコさんか、怖いな、うん、割と強気に釣っていった方がこの村強い気がすんだよな俺、うんうんうん、確かにね、ちょっと、ね、いや今一回スキップでもいいかもしれないですけど、うん、あ、おお、怖っ、怖っ、おお、すごい、何この釣り方、うん、めっちゃ怖いこの釣り方、意思が統一できてない、うんうんうん、ちょっと疑いかかってしまう動きしちゃったな、どうしようかな、
どうしよっかな。少し信頼取りに行ってもいいんやけれども、まあ10人いるからね。結構サクサク殺していかないと。ダメで、キルクールタイムが邪魔ですね。キルクールタイムがすげえ邪魔。これ、歳三さんやろうとしてない？やらなくてよくない？この状況。うわ、やったわ。うわ、最悪。最悪や。オッケー。オッケー、アンさん。アンさん死んでる、マジか。おい、マジかよ。あら、アンさん死んでる、今の間にってこと？そう。マジかよ、今のは。あ、いや。ってことはですね、すいません、ちょっと僕目線だと、最初にファンキーさんを噛んだの、トシちゃんということになります。うん。一緒にいたんで、その場に。僕、アンさんがちょっと動いてたんで、怪しいと思ったんですけど、僕はこのターンでトシちゃんを釣った方がいいと思います。もしくは、もしくは怪しかったら僕になっちゃうんですけど、セルフではないです。今停電俺が直して、はい、ゆでぽ見ました。あ、富士と平が一緒に来たやったっけ。はい、うん、富士と平が来て、じゃあ富士と平は雰囲気見た。俺来て、よくのタスク一緒にやってたよ、最後のタイミング。そうね、いたいた。うん、ちょっとごめんなさい、俺ちょっとこれ、なんかそうゲーム仕様的に明るくなくて申し訳ないんですけど、俺が押そうとした本当にカウント1の時に、停電起きて、押せなかったって感じだったんですよ、あの時。ああ、なるほど。議論しようとした時に。うん、で、うわ、マジかって思って、パッて開いた時に、トマコさんがテーブル触れるような形で動いてたんですよね。うん、で、カウント見る場合、あそこのなんだろう、ボタンのカウント見る場合って、なんだろう、いや、そのタイミング良すぎたんですよね。ちょうど1の時に停電起きたんで、うん、だからその見てたのかなって思って。あ、そう、いや、それはさすがに無理じゃん。まあ、それは、まあ、それは無理やった。多分やろうとしたら、キャンセルして、はい、そのテーブルから離れてサボタージってやらなあかんから、むしろ、ちょっとむずい。そうなんよ、むしろむずいと思う。あ、じゃあ、なんならそこ白で見ていいのかな。まあ、じゃあ、まあ、これだけが何とも言えないけど、じゃあ、まあ、とりあえず最初の殺人、そう、最初の殺人はトシちゃんですね。ヒラ君ってなるよ。トシちゃん VS ヒラ君になります。うんうん、まあ、じゃあ俺はもうトシちゃん VS ヒラ君のラインで行くんやったら、俺はヒラ君、フジ君はさ、ちょっと古にき見えてないけど、ヒラ、フジは多分タイミング的に無理だと思うので、うんうん、じゃあトシちゃんかな。ちょっとそれ、今のやつね、まあ。それはさっきの話でしょ。あ、そうそう。その2個を掛け算したらっていう話でしょ。あ、そうそうそう。正しい考え方やとは思いますな。あの最初アンダーバー、トシヒラで容疑者になってて、で今その中でヒラが、いやでもそれあんちゃん死んじゃったんでね、僕の中ではちょっとトシちゃん申し訳ない、僕は入れます。そう、マジか。ちょっとここは俺も判断材料なくて申し訳ないですけど、そうそうそう、すいません、僕だけの証言で見てや。でもこれはちょっと怖いけどな、ちょっと合致してるからな。今回はそうするか。うん、仕方ないね。終わるぞ。申し訳ない。怖いけどな。俺ちょっと何も見えてないから怖いけど、うんうん、僕しか見えてない。うん、これさすがに俺反論材料が少なすぎたな。うん、どうしたもんかな。どうしたもんかな。どうしたもんかな。どうも、フルコンです。どうもどうも、ありがとうございます。はい、はいはい、僕はあの平の話に乗ってトシちゃん釣ったけど、あの、はいはい、僕目線は全然見えてなかったから、あの、あ、はいはい、平をローラーした方が安全ないけど、他の人がそうではないって言うんであればちょっと同意です。はい、まあ今のところそうですね、うん、僕の証言しかないんで、はい、うん、俺はなんかね、湯気ぽひらラインが怖いんでね。なるほど。だからラインやった方がいいと思う。なるほど。うん、湯気っぽから言う。でも富士湯気っぽから白出ししてもらってるよ。いや関係ない関係ない。関係ないんだ。うん。まあちょっとね、一応平は、うんうん、俺2回白見てもうてるから。うん、ああ、湯気っぽからはね。うん、だからちょっとこの情報に関しては、うん、でもそれを全員ががっつり見てんのかって言われたら見てないとこもあるので、うんうん、だからもう多数決でいいと思うよ。ああ、したい方がいい。まあそうね、うん、はいはい、まあ、ただでもな、僕アンさん疑ってたのにそのアンさんが殺されてるってことだから、うんうん、
ちょっとなんか俺の意見としてはまあ、あでもそっか、まあ一応一人、いやまあ釣ってもいいとは思ってます。で、うん、狼とりあえず1の可能性が高い状態で、今なるべくタスク頑張ったら、うん、まあそっちでも勝てるのかもしれないなと。狼これ2位残ってる、2位残ってるないでしょ、そう、いや2位残ってる可能性があるからローラーした方がいいんじゃないじゃないの、あ僕が狼だったら、そこは平川狼だの可能性の方が低いと思ってるけど、うんうん、あの、うん、あの6の2よりも5の1の方が断然安全やから、うんね、確かに、まあ、全然僕釣ってもらっても、うん、ローラー行った方がいいのか、まあ、まあこれ5の2になることはないんか、ただ僕は自信持って白だって言います。5の2は本気で絶望っすよ、終わりよもうそんな、だいぶいやでもそれはね、もうそれが怖いんだよな、それ怖いんだけど、まあでもそれはうますぎくん、うますぎくん、安心してください、僕飛ばしても絶対もう鬼はもう釣れてると思うんで、まあでもいいか、ちょっと歳三さんだったかなと、ちょっとなんとなく俺も、僕は本当に白ですから、別にぶっ飛ばしてもあのこのまま残しても構わないです。なるほどね、この自信持っています。まあ安心するほうに僕はします。まあね、まあそうか、入れるかな、入れましたね、そうやね、きますか、うん、うん、オッケーです。やだな、宇宙詰めどっちなんだよ、やだな、すまねえ、村のためにね、村の安心のために死んでくれ、死にたくなーい。さて、僕はこっから3人キルを取らなきゃいけなくて3キルかー、3キルかー、こっから3キルか、めっちゃ大変やぞ。でしかも結構殺せる相手が決まってて、この状況フルコンさんと、ねタラチオをちょっと噛みづらい、タラチオがね僕に疑いをかけてるので、ここでタラチオ死んだらちょっとね、ちょっとあれってなりがちなので、むしろ僕に疑いをかけている人は生き残らせておいた方が後々いい。ゲッポがフルコンさんやけど、湯ゲッポも結構なすりつけやすいので、正直噛むならフジかフルコンさん。湯ゲッポ一人行動多いよね、ああここ二人でいるな。ここは一応白いのかなとはなんか思いながら俺動いてるかなっていう感じです、うんうんうん、ちょっとトアポンが若干匂うような気がしないでもないぐらい。あえマジ、うん、他タイミング的には確かに殺しづらいタイミングであったけど、でも分かんない、うん、正直停電なんだろう、まあ、結構一緒にいたのと停電直すのクッソ早くって、あ停電めっちゃ早かった、うん、あれもうちょっと、ね、もうちょっとそうだな、インポスターだったら粘っても良さそうな印象だったな、このタスク勝ちしそうな空気の中で、うんうん、インポスターは遠いところでやったら、たまたまエレクトラ君の近くに人がいてしまった感じやろうね、はい、うん、え停電直したんだあれ、あ僕です、あれトワコさんですか、ね、トワコンかってことは超早かったあれ、それはそこで停電鳴らすっていうのはあるもんな、うん、まあ裏書いてる可能性もあるけどね、まあ、可能性は全然、うん、そうっすね、全然あるけど、全然だから平和村じゃんこれ、ぶっちゃけ下手に釣らないでの方がいいかもね、そうっすね、釣らなくていいと思うみたいに思ったんだけど、うん、うーん、ここもまあ信頼取りに行くか、まあ、来るよね、あ2人来るよね、うん、そうやよな、今の噛むタイミングかなと思ったけど、まあ違うよね、2人来るよね、もうああいやここでタラチを噛んで俺か湯気の2択に持っていくしかないのか、もうしかないのか、慎重に動きすぎたな、2人で行動していることが多すぎて噛むタイミングがつかめへん、俺でもあと3人殺さなあかんねやな、この状況きっつ、ここか、ここか、やってくれたな、やってくれてる、やってるわ、ったね、やってるわ、あいや俺ちょっとね警戒して、うんうんうん、
ドサキる可能性あるなと思って一歩引いたんです。ああなるほど。なら、飛んで、うんうんうん、あ、やっぱやりよったと思う。ちなみに停電直したのは俺です。俺も開いてた。俺も開いてた。まあそうなるやろな。最初にいたのは分かったでしょ、みんな。俺が、うん、俺多分ね、俺見てない。あの、まあもうてか一番最後からちょっと作為的に行こうと思って。ウレトワコに着く。じゃあ、オッケー。うん。じゃあ、俺、富士と。で、そこで、片方のしたら絶対もう片方行くようにしてってやれば、多分大丈夫やと思うんだけどな。じゃあ、俺、富士と添い遂げることにする。うん。うん。で、はい、プルコンさんとトワポンはアドミンの方。アドミンにしましょうか。はい。じゃあ、じゃあ、俺ら O2 で。うん、そうしよう。うん、頑張ろう。はい、ちなみに、ちょっと俺はトワポンかな。あ、怪しいと思ってる、若干やけど。うん、まあでもなんか分からんな。まあ分かっちゃう、うん、ちょっとね、確定要素が少ないかなっていう感じが、うん、ね、うん、あるかな。オッケー、うん、まあそんな確定ではないかな。確かにな、難しいね。うん、そうね、たくさんやろうめ。まあ1個しかないよな。あっこしかなくて、あっこしかなくてやよな。あ、終わったわ。終わった。終わった。よっしゃー。お疲れ様でした。やっぱり。誰。おかげで面白くなったね。あ、ひらくんだった。ひら？あ、じゃあひらはいる。アンさん、歳三さん、歳三とわこです。あ、そうなんだ。やっぱ歳三さんやった。いや、歳三やったやっぱ。うんうん、いやでもあのローラー全然正解だったと思う。安心を取りました。いやもうアンちゃんが美味しそすぎてさ。とわこさん見たよね、あの美味しそうなアンちゃんの。いや、わかるわかる。歳三さんこれやるぞって思いながら見てたもん。プリ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 してたから、ネットフェイの入り口で全部あれ、もう白いしね、ホタテみたいに見えたよ。全部キャラクター同じやな。おかしい。いやもうこれ後半完全に東子さん白で見てたら殺された。うん。いや、白めちゃくちゃ念入りに取りに行ってた。取りに行ってた。